ありがとうございます。鳥オタクのトホホなファーストジェントルメンを演じました相馬日和役の田中圭です。脇は甘いが、あ、田中圭さんのことじゃないですよ、日和です。あの、脇は甘いがとても愛のある夫とともに日本初の女性総理を演じました中谷と申します。どうぞよろしくお願いいたします。中谷さんと夫婦役ということで緊張しました。あの、はい、ハラハラしてましたよ。どういう意味ですか？え、いや、あの、いや、あの、悪い意味じゃないんですけど怒られると思ってました。ほら、悪い意味じゃないですか。この作品は全ての働く女性と、そしてやむを得ず働くことができない女性、あるいは働くことを選ばなかった女性、そうした女性を支える、頑張りすぎて疲れてしまった男性を、全てを、応援する作品です。皆様を必ず笑顔にしてお返しすることを、誓います。総理の夫相馬政権にぜひ皆様の清き一票を頂戴できますよう心よりよろしくお願いいたします。たくさん笑ってもらって、ほっこりしてもらって、登場人物に応援したいっていう人がきっと出てきて、心動かされてちょっと泣いて、で最後には前向きになれるような、そんな全体的にこう可愛らしい、本当素敵な2時間を皆さんに共有できる映画になったと思います。次、鳥類研究所の役をやる時があれば、インコに嫌われないような役作りをちゃんとしていきたいなと思っております。見てください。この国を変えていきましょう。妻が総理大臣になっちゃった。監視に追っかけスキャンダル、夫史上最大のピンチを乗り越えられるのか、総理の夫。僕は総理の夫です。